はい、どうも皆さん、こんにちは。えー、っとですね、あのー、最近、えー、妻とね、話したことがあってね、まあ、それが、ちょっとこれ、なんていうのかな、えー、っとね、まあ、ちょっと話し方を選ぶんだけど、あのー、世界に一つだけの花ってあるじゃないですか。 あの牧原紀之さんがね作詞したスマップが歌った2003年とかですかでまさに何ていうのかなあの歌ってさちょっとねこう0年代以降の、まあ、ある種のこう国民的な歌というかさ うん、で、なんかこう、国民的な歌ってもうだからあれ以来ないとも言えるんだけどね。うん、だから、その、そういう意味ではものすごく影響力のある歌だったんですよね。で、ま、あの歌に関して、その、いい歌だと思うし、で、その、ね、 ナンバーワンにならなくてもいい、もともと特別なオンリーワンっていうのは、だから、その、ある種、こう、えっ、ー、と、聖書的というとあれだけど、ね、その、すごくいい価値観でもあると思う。で、それは全然否定しないしね。で、まあ、割と、その、好きな人が多いというか、もう好きな人が大多数じゃないですか、あの歌って。だから、まあなんか、あの歌をどうこう言うっていうのはも、それ自体、もうなんか、えっ、ー、と、なんていうの、その、 罪に当たるっていうかなんかそういう感じがあってあんまりこういじっちゃいけない案件なんだけどでなんだけど僕はその当時から実はあの歌に関してちょっとした違和感を覚えていたんですよ。 で、それを妻に話したら、あのー、私もって言ってて <laughs>、ああ、やっぱ俺だけじゃなかったんだなと思ってて。で、それについてちょっと話したいんですよね。うん。で、これに関して実は僕、その、クリスチャンの人でもというか、クリスチャンの人ってあの歌はもう、なんていうか、手放しで素晴らしいという人が多いし、 で僕は一回なんかえっとね結構議論っていうかなんかすごいあの意見が分かれて面白いなと思ったことがあるのこの歌に関しては他の人ともでその人は何ていうのかななんかあんま何にも考えないような人じゃなくてまあすごくねあの本当にこうすごいえー、っとそう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 あのそのロジックとかしっかりしてる人ででえっとそれでも違うんだなと思って。 のはその方はえっと世代で言うと何て言うのかなあの、まあ、バブル世代って言ったらいいのかなだからえっと今60前後というか、うん、で僕ってさ段階ジュニアの下じゃないですかだから多分ね僕ねこれ世代の違いもあるんだと思うんですよねでその方はやっぱりそのいわゆるその確率的なえっと、ものをずっとこう教育の中でえっと 押し付けられてきて、ね。で、みんな同じ。っていうかさ、その、だからあの体操座りとかさ、ランドセル、制服、ね。えー、っと、スカート、長さ測る。なんかそういう感じ ねなんか企画品、実質企画、みたいな。なんかそういう教育に対してのアンチテーゼとしてめちゃくちゃ本当に聖書的で素晴らしいっていうことなんだけど、僕がその違和感を表明した時にちょっとピンとこないみたいなこと言ってて、<laughs> で、で、じゃあ今からじゃあその違和感そのものの話をすると何かっていうと僕はなんかこれ僕の自分の中でだよ <laughs>。自分の中でその世界に一つだけの花症候群と呼んでるんだけど、えっと <laughs>、あの、 その自分が凡庸であってはいけないという、なんていうのかな、脅迫観念っていうかな。なんかそういうのに悩んでる人って今の若い人に多くねえかって思ってるの。 でそれは、まあ、とりもなおこのトリり教育であり世界の一つだけの花でありまた少子化でありシックスポケッツっていってその一人っ子を2、ねえっと、人の両親と4人の祖父母が もう、あの、総出で <laughs> 面倒を見るという。まあ、そういうですね、もう叱られたことなんて一回もないし、みたいな。体罰なんてもう、このねあの、昔はあったらしいですね、みたいな。昔って日本って法律なかったじゃないですか、みたいな。<laughs> なんか、そういう世代、ね。そういう世代からすると、実は、その、あなたは特別で、ね。誰もあなたと同じような人はいない特別な存在なんだよっていうのを小さい頃からずっと言われ続け、 たことの辛さって僕あると思ってて。っていうのは、っていうのはよ。実はその多くの人は、実は凡庸じゃないですか。僕も含めてよ。でも、そのあなたは特別だって言われ続けるとさ、その凡庸だという事実をさ、認めたら負けみたいになってくるじゃないですか。で、それって結構、そのきついことでもあると思うんですよね。 ユニークでオリジナルでなければいけないっていうのってすごい牢獄みたいな状況だともある種言えるわけで。で、これをやっぱり僕思い出したのが、その、えっと、ブレネ・ブラウンさんのさ、ナルシズム文化に対するね、洞察の中に、その根源には恥があるっていうことだったんですよ。で、その恥っていうのはまさに今の世界が そのあなたは特別なんだという、その SNS にしろですね、インフルエンサーにしろ、セレブリティ文化にしろですね、そういう特別な人たちにスポットライトを当て、そしてあなたもそうなれるよっていう、えー、メッセージを聞き続けることで、いやでも自分って凡庸じゃんっていうのを実は知ってるから、そうすると、その社会がこういうのって素敵だよねという規範、 自分のの凡庸さという現実の乖離に苦しむそれが恥を生みそしてその恥こそがナルシズム文化っていうのを生んでるんだっていうのが <laughs>、まあ、ブラウンさんの <laughs>、あのー、指摘してたことでねだからそのナルシズムに苦しむ人そしてそのねこの恥に苦しむ人は実はシンプルな話で。 テレビを見ず雑誌を読まず SNS をやめれば解決するんだっていうこともあるんだけど、まあそれは別な話としてもさ。で、そういうことを考えた時に、実はその、凡用でいいっていうのは、スクーンでもあるんじゃないかなと思うわけ。だから、その世界に一つだけの話症候群の人からしたら、あなたは凡用で大丈夫だよ。いいんだよ。普通でいいんだよ。っていうのって、実はこの言葉こそが救済。 救いなんじゃないかなと僕は思うんですよ。だからなんか、その世代論みたいなのがここに絡むとね、実はその裏返ってるのね。だからその、実企画っていうか、その、ね、あの、学校みんな丸刈りで <laughs> ね、ね <laughs>、で、ね、あのー、スカートの丈を測られて、っていう、そういう体罰とかも当たり前で、みたいなさ、まあ、調子に乗るなみたいな。他の人と違うことを言うなんて、調子に乗るな みたいな、みたいな育てられ方をしたというか、そういう学校で育ったさ、人たちからしたら、ね、ナンバーワンにならなくてもいい。ともともと特別なオンリーは、これ救いじゃないですか。だけど、あなたね、特別なんだよ、特別なんだよと言われすぎて、でも自分って普通なんだけどな、実はって思ってて、で、変にこう自分の、その、人と違いさをさ、なんかさ、変に自己プロデュースして、 なんかユニークをこじらせちゃった。 てるるる人人ってななんんか若いいいのの中に時々僕ごめんなさいいる気がするのねでその人たちってなんか生きづらさそうだなーと思ってて、ありのままじゃなくなっちゃってるの。そのユニークを、オンリーワンを求めるがゆえに、なんかオンリーワンをセルフプロデュースしちゃってて、なんか変わった喋り方をしたり、えなんかすごくやたらなんか、それ本当お前好きなのかっていう分野ですごくオタクみたいになってみたりとか、 でもさ、その成功法でさ、じゃあ、羽生譲くんであったりとかさ、その大谷翔平さんみたいな、あるいはまあ、ものすごい東大に入るとか、それは成功法なんだけど、それってある種のナンバーワンだから、そんなもんに、 何ていうのその正門からは入れないから、裏口からユニーク大学に入ろうとするっていうか <laughs>、それって結構きつい生き方で、でもそういう人たちにとってはさ、実は凡庸でいいんだよっていうのは、救いなんじゃないかなと僕は思ってて、で、それを妻に話したら、すごくわかるって言ってて、で、それが、そのね、10年前というか、本当結構、 結婚して、僕が鬱になる前ですから、本当にこう、ね、2012年頃ですか。僕と妻は、その、まだね、子供もいないし、あの、キキアボランティアを時々一緒にしてたんですよ、夫婦で。で、まあ、妻の友達なんかもね、一緒に、えー、参加したりとかして。で、吉祥寺のね、なんかね、あの、サンロードってあるんですけど。で、そこを夜全部シャッター街になるから、なんか、その、一個の店がいいよって言ってくれたのかな。で、やってたんですよ。 で、なんか結構あの、当時はだから絵はがきとか売ってる人とかもいてさ。で、そしたら、その妻が言ってたのが、ある人が来て、若い子が来て、だから当時の妻って20代なんで、それでも若い子だから10代とか、20歳前後の子が来て、 でまさにそのね教会でさやっぱり教会はその世界に一つだけの花好きだからなんかそういうの言ったらいいかなと思ってその手のこと言ったんですってあなたユニークで愛されててっていうでそしたらその人がその,そのメッセージ僕きついんすよって言ったんですって言われすぎててむしろ追い詰められるんですよみたいなこと言って結構目から鱗だったんですって。 妻にとったら。で、その頃からこの世界に一つだけの花症候群、僕の言葉で言うね、について考えるようになって、だからさ、久しぶりなんかそんな話をしたらすげえわかるみたいな話になったのね。で、えっと、僕はだからこれをね、その、思う時に、まあ二つのことがあって、一つは、その、C.S. ルイスが実は名言を残していて、 あの絵でも作品でも小説でもいいけど独創的であろうとするものは逆説的に凡庸になるって言ってるんですよ。でこれまあエ s リースって作家ですからねクリエイティブにいた人が言ってるっていうのがすごい大事で独創的ユニーク世界で一つだけの花になろうとする人は凡庸な欠陥に終わるって言ってるんですよ。で逆に 何かしら普遍的なことを、もうこれ普遍的すぎてみんな言ってるだろうなと。何百回も言われてるだろうな。自分もこれ普遍的すぎるから何百回目だろう。これは言うの。もうでも普遍的だから言うんだ。っていうことを言い続ける人は、逆説的だけど、独創的になるって言ってるんですよ。 でこれってすごいその世界に一つだけの花症候群に対する一つの僕はシエス・ルイスのね100年前から続く処方箋だと思っててであのー、もう一個はねもう一個はあのイチロー選手のことで,でこ,れこれ誰かから聞いただか読んだだか <laughs> した話なんだけどえっとあのー、なんか野球の指導者なのかながその ま、一郎がさ、その <laughs>、まさにそのワールドシリーズとか出て、ね、あの、にそのアメリカのね、あの、アンダの記録とかの理り替えてもう全盛期ですよ。で、それって確か2005年から2010年の間ぐらい、まあ全盛期ね。で、その時に、 あの、やっぱ、一郎選手に影響を受けた子たちっていうのがいて、野球でね。で、その子たちが、いわゆるその、振り子打法とか、いわゆるその、一郎のあの、ユニ割とユニークなバッティングフォーム。僕、バッティング論とか詳しくないからわかんないけど、素人の僕が見ても、ユニークだなと思うんですよね。 で、教科書通りではないわけじゃないですか。で、だからこそ、その、大木監督が彼を、ね、振り子打法をやらせたから偉いんだ、みたいな話が未だに語り継がれてるわけで。え、だけど、その、じゃあ、その、振り子打法から入ろうとするやつがいると。<laughs> ね。でも、あの、そいつはちょっと、待てと。で、まさにその、世界に一つだけの話を交ぐみたいなもんで、それって。で、そうじゃなくて、そいつにはまず、一郎選手の、 本当に基本に忠実な素振りを一回でもみ、見てほしいと。もうあの、縮み上がるぞと、金玉が <laughs>。もう、あの、風圧で <laughs>、って言ってて <laughs>。だから、その、そんなのはできるわけ。基本に忠実な教科書通りなんていうのは一応できるわけ。でもう、もうクソほどやり込んでるわけ。で、やり込んでやり込んでやり込んだ結果ね、うん、彼の骨格とか、 筋肉の柔軟性とかいろんなことが相まって最終的にあのフォームになっちゃったってことなんですよだから個性ってその個性を殺そうとした結果それでも出てきてしまうものが個性なんだと思うんですでこれってまあ昔から言われる手張りというまずは守るねそして破るそして離れていくっていうのがあるんですけどまあその、まあ、空手でも 柔道でも剣道でも何でも、まずは先生が言われた通りをとにかくやる。それすらもやっぱ何年もかかる難しいことなんだと。でもそれを本当に極めていったときに、それを破った方が自分にはやりやすいぞっていうやり方が自然と、なんていうのかな、浮かび上がってくると。ね。それが多分あなたの個性で。で、最後は離れていく。基本から離れても、 基本に忠実でいられるっていうか、そういう状態になる。多分ね、これが本当の自由な個性なんだけど、多分なんかその世界に一つだけの花症候群ってなんか理から入っちゃうっていう誤解が生まれてるような気がして。でもそういう人にはやっぱりそのまずは凡庸でいいっていう安心感を得るっていうところから、僕はなんていうのかなぁ。 うん、あのー、言ってあげたいというとほんと差し出がましい、えー、しおせ余計なお世話だけどなんかこう老婆心的になんかそういうそのねユニークをこじらせちゃってる若い世代を見るときにまあいろんな分野で言えるんだけど普通でまずはいいんだけどなぁと思う。<laughs> 言って 嫌わわれるから言そうそうそうそ,う,そう,もう僕はもうそこの人にもう自分から出向いてって行,く、ね、行ってあげるほどの親切心はもはや僕は持ち合わせではないから言わないけどでもあの本当にゲン何て言うのかな本当に何て言うのかなその人間のその標準偏差みたいな作りみたいなことで言うと要はそのベルカーブ曲線っていうのをえらえ描くから。 多くの人は凡庸に決まってるんだという前提から僕は出発した方が一周回ってむしろ独創的なものがたくさん出てくるんじゃないかなと思ったりするんだよねっていう話。はいえー、で今日の聖書研究ですけれどもこれね本当にねあのたまたまなんですけどアハブの凡庸な悪っていう <laughs>、まあ、凡庸つながりでございます。 えー、アハブの凡庸な悪というタイトルです。えー、聖書箇所はですね、第一列王記の21章の20節というところで、えっ、ー、と、ここがですね、ちょっと面白くて、また、アハブとエリアが対決、対決っていうか、まあ、あのね、交差するんですけど、<laughs> えっと、えー、読みますと、21章、第一列記二21章の20節アハブがエリアに、お前は私を見つけたのか我が敵よ。 というとうエリアは答えたそうだあなたが主の目に悪であることを行うことに身を任せたので見つけたのだっていう箇所なんですよ。でねこれどういう話かというと、えっとまあ、開きながら行きましょうか。えっとね、まあ、アハブという、まあ、イゼベルとアハブってね悪悪人の代名詞みたいになってて西洋世界でで。 あのー、アハブがあるとその王宮に隣接する土地を欲しくなっちゃうんですよでその土地はナボテという人物の所有してた土地なんですでナボテがブドウ畑にしていたその土地を購入したいというふうにアハブ王は持ちかけますでそのの理由っていうのが 野菜畑にしたいからって書いてるんですよ。聖書に。でね、これも面白くって、だから解説書にも書かれてるんだけど、これなんか珍しいことなんですって。なんか、うん。だからなんか,なんか、わかんないけど、でこれあ、あの、歴史交渉とか間違ってたら、ごめんなさいね。なんだけど、なんかこう、 アハブってなんかもともとそういう小市民として再演でもしている方が幸せだったような人物だったってことがここから分かったりするんじゃないかなと思ってて。で、だから、まあ、王になっちゃってさらに悪妻ね、悪い妻、えー、イゼベルを得てしまったという悲劇が起きたことがまあ、彼を破滅に導いていくんですよ。だからアハブみたいな人って実はいい奥さんさえすればすごくいい人になってた可能性のある人なのかなとか っていうのも思ったりするで、えっとでそこで何が起きるかというと、そのナボテはあのー。この土地は先祖からの土地なのでね。立派 立法に、モーセの立法に書かれていることに従えば、ここを私が手放すということは手続き上できませんというふうにアハブに答えます。それは誠実な答えですね。だって本当に立法に書かれてるんですから。で、それに対してアハブどうなったかというと、えっ、ー、と、不機嫌になるって、不機嫌になったって書いてあるんですよ。これもまた小市民ぶりをね、なんかね、すごいね、あの、が、 垣い見えるところなんだけど。で、それで不機嫌になったアハーブに対してイゼベルが今度は悪知恵を、ね、妻のイ,ベイゼベルが悪知恵を吹き込むんですよ。で、えっ、ー、と、それ何かっていうと、ナボテが王を冒涜したという偽りの証言をさせようと。自分の側近たちに。そしてなんと、その証言によって、を根拠に、 ナボテを処刑したんですそうするといいわよって言ってイザベルが言ったんです。だからナボテが、ね、王様を冒涜したっていう証言をさせればいいじゃないでそしたらさ処刑できるじゃないって言ったんですよ。イザベルがね。<laughs> おおそれはいいアイディアだななんて言ってやっちゃったんです。でやっちゃったアハブを待ち構えていたのがエリアです。 で、うわ、この不吉な男が来たぞと、えー、また、アハブは思うわけですよ。で、えっと、エリアはここでアハブとイゼベルの末路。つまり、まあね、まあ本当に残酷な犬があなたたちの死骸を食うっていうところがあるんだけど、えー、そういう末路をね、予言する神から言葉を預かったって言って、まあつまり死の宣告ですよね。で、えっと、アハブの行動は、 ここでもさらに、まえー、やっぱり気分に左右されるんですね。で彼はその法律でナボテの土地が守られていることが分かると不機嫌になり怒ってふて寝をするんですね、えー。そしてイゼベルの邪悪な提案があるとそれに抵抗することなくナボテの死を意味するその計略に身を任せてしまうんですよ。そのでそのエリアにねお前ちょっとい。 やったよねって言って神さんはこう言ってるよって言って <laughs> えっと言わ,言われるとあのーう「う何?」この不吉な男めみたいな感じで言うんだけどもやっちゃったことはあのー、ね取り返しがきかないからうんであのこれね面白いのがアーブねこのえっとエリアがさそのアーブに対して えーとー犬がイズレールの領地でイゼベルを喰らう,喰らうって書,書いてるのよ23節に。でそれ聞いた後に27節ねアハブはこれらの言葉を聞くとすぐ自分の街頭を裂き 身に荒布をまとって断食をした。彼は荒布をまとって不死打ちひしがれて歩いた。その時、えー、テ,ィティシュベジンエリアに次の,言葉があった次のような種の言葉があった。あなたはアハブが私の目の前にへ,へり下っているのを見たか。彼が私の前にへり下っているので、彼の生きている間は災いを下さない。しかし彼のこの時代に彼の家に災いを下すというふうにある。で、イゼベルに関しては悔い改めることはなかったんですね。追いね。で、まあ、結局その。 すごく、まあ、このエリアに、じゃあ不吉な男に不吉なこと言われたら食い改めちゃうことも含めてよ。このアハブっていう人物ってものすごい小人物っていうか、本当にこう小粒な人間で、すごい周囲に、えー、非常に左右され、まあ、日和み主義的というか、えー、そういう人なんです、一貫して。で、えー、っとね、これね。 すごく思うのは、でもその男こそが、そのイスラエル史上最悪の王というふうに言われ続けているっていうのは、すごく僕は視察的だと思うの。で、これで思い出すのが、で、ハンナ・アーレントという、前にも言ったかもしれないけど、ハンナ・アーレントという哲学者がいるんです。20世紀を代表する。で、えっ、ー、と、この人が、その、ね、えっ、ー、と、ナチスの収容所で、 まあ、ものすごい数のユダヤ人を、えー、ガス地に送り込んだ、えー、アイヒマンという、えー、人がね、えー、アルゼンチンに亡命してたんだけど、それが見つかった。で、それでイスラエルで裁判が行われました。そしてアイヒマンは処刑になります。で、その裁判を傍聴したんです。アーレントは。で、それを、えー、本にしてるんですね。で、その本に書かれてる言葉が非常に有名で、これが凡庸な悪。 といいう言言葉あるるは悪の凡庸さと言われる、えー、だから、アーレントはどんな巨悪をそこに見るんだと思って裁判を傍聴しに行ったらそこにいたのは子役人だったという驚きを記してるんですよ。で、まさにそのアハブの悪って凡庸な悪なんですよね。で、彼は気分に従って生き、悪に身を任せたんですよ。で、彼の悪って主体的な邪悪ではないけれども、彼のような受動的な凡庸な悪こそが実は最大の 大の不幸を招くとということは実はその歴史が教えてることでもあってあのすごい大事かなと思います。でなんだろうな割とその僕はその日本人って一億総愛悲満にもなりうる怖さを持ってると思っててそれはやっぱその極東軍事裁判えー、ね東京裁判と言われる、えー、において あのー、軍の、ね、交換、つまり、その、ナチスでいうところのアイヒマンにあたる、あるいはまあヒトラーにあたるような当時秀樹もそうだけど、その人たちが一様に、この戦争を始めたのはお前かって言われた時に、いや、そうじゃないんですよ。反対したんですけど、もう当時のあの空気では、もう反対、 のするという状況には、ね、なかったんで、これって嘘ついてんじゃなくて、本当にそうだったと思うんですよ。で、これってやっぱなんかすごく日本的な悪のあり方だと思ってて、そうするとなんかその人たちは悪くないって思っちゃうじゃないですか。だけど、実はその空気に流されたという、その受動的な行為の積み重ねが、結局は、 自国民が300万人も死ぬというような、ね、その戦争に深り入りしてしまった、なんていうのかな、悲劇を招いたんで。だからその、凡庸だからといって巨悪だ、巨悪じゃないわけじゃないんだよね。そう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 。だからなんかすごく、その、まあ、今、まあ、ちょっと前の話で言うと、そういう桜を見る会とか、ね、あの森友学園の話とかって、多分そういうことなんだよね。 いやいや、そ、ちょっと安倍さんが国会でもう単価を切ってね、これに関わってたら、あ私は国会議員辞めると言っちゃったから、みんながもう、うわーってなって、あもうこれはやばいぞ。文章を消すしかないという空気だったのだ、みたいなことになっちゃったのが、あのー、ね、騒動だったと思うんで。で、その森戸のの場合はさ、まあ確かに人も死んでるけど、でも、それ、ね、すごい、 せせこましいというか、ネポティズムというか、遠行主義というか、そういうものの話なんだけど、でも、なんか、実はこれって、一歩間違うとやばいことになるってことでもあって、本当に日本人が気をつけるべきは、自分が、なんか、ヒトラーになることを別に気をつける必要がある人もいるかもしれないけど、でも、あの、もっとた、 日本人は自分が愛肥満になってないかなっていうのはいつも気をつけた方がいい気がしますね。はい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 。ということで今日はアハブの凡庸な悪という、えー、タイトルでお送りしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。